それでは早速、えー、登壇者の皆様からご挨拶を頂戴してまいりましょう。まずは主人公、玉飛の声を演じられました内田真彩さん、お願いいたします。はい、えー、玉飛を演じました内田真彩です。今日は皆さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、男勝りな幼馴染秋役を演じられました野戸真美子さん、お願いします。 はい、えー、秋役をやらせていただきました野戸真美子です、えー、本日はどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそして二人の同級生である優役を演じられました萌実さんお願いいたしますはい、えー、優役の萌実です今日はよろしくお願いいたしますありがとうございますそして坂本作監督ご挨拶をお願いいたします はい、えっ、ー、と、監督の坂本です。えー、本日は、あの、短い時間ですが、あの、楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではですね、上映前ということで、お客様もね、一体どんな作品なんだろうって。はい もう気になるところかとは思うんですけれども、はい、あの私の方でちょっと簡単にご紹介をさせていただきますとですね、えー、本作は女子高生の玉日がいわくつきの巨大集合住宅を舞台に様々な怪異や未知の存在に襲われながらやがて意外な真実にたどり着いていくという本格ホラーアニメーションとなっておりますあの私も一足早く拝見した時にですね にかくこの描写のすざまじさにですね非常に驚いてしまいましてあれをねこの大きなスクリーンでご覧いただくとなるとまあ皆さんどんな感想をお持ちになるのかなと一人一人聞いて歩きたいようなそんな気分になる作品なんですけれどもあのキャストの皆さんにぜひ伺いたいんですけれども皆さん完成したものをご覧になった時にはどう思われたのでしょう内田さん、どうでした そうですねもうあのー、収録アフレコがあった時にはまだその完成されてなかったところが映像と音とあることでもうなんか見てしまったら多分脳裏に焼き付いて離れないような映像がそこにはわっとあってあこの だ今日大丈夫かなってでもここにいらっしゃってるということはあの慣れてらっしゃるのかなとほら大丈夫な方が集まってるのかなと思そんなことはないあそうですよねそう <laughs> なのでなんかその辺がやっぱすごく頭に残ってていやこれをほんとなんかこう完成されたものを見てちょっとこう嬉しさもあったしうん。 びっくりもあったっていう感じでしたね。うん、ちょっとお客様のことも考えちゃったみたいな。い今日、うん、このサイズで見て、<laughs> なんかトラウマにならないだろうか。<laughs> そうですよね。うんはい、だいぶ細部までねしっかりと作り込まれていますからね。ねはい、なるほど。野田さんはいかがですか。はい。あの本当にこうカメラがじわじわじわ,じわじわとこう近づいていく感じが。 もう一瞬で引き込まれまれしてこの大画面で見たいような怖いようなっていう <laughs> なので、ま、音響も素晴らしいですし今日は本当にそういった意味では早くもう皆さんにご覧になっていただきたいし私た,私たち私もここで見たいなっていう <laughs> 気持ちでいっぱいですね。じ、は、じ、い、じわじわとした感っっていうののは、はい、やっぱりこう監督の 1ねえ一つ手腕なんでしょうかね、こ<ー>うん、ホラー的なね見せ所っていうか、やっぱり引き込まれまれすよね,すよね冒頭から本当にと持っていかれちゃいました。うんうん 萌実さんいいかがででしたはい、そうですねなんかあのネタバレ禁止ということなのでちょっと気をつけながらおしゃべりしたいなと思うんですけど、はい、さっきね内田さんもおっしゃってたように本当に見た後にすごくなんか考えさせられるというか後から思い出しちゃうようなシーンがたくさんありましてあの絶対に夢に出てくると思います。<laughs> 有名に出てくると思います <laughs> <laughs> <の>。でも、うん、<laughs> そんな中でもちょっと救いがあったりとかもするのでね、うん、そういう部分も注目して見ていただけたらなと。うん、はい。そうですね。怖いだけでもないというね。うん。そこも一つ本作の魅力かなと思いますが。はい。いかがでしょう。監督ご自身公開されているの手応え。あ、はい、どうですか。そうですか。あの、うん、まあこの作品作る前にあの。 今回同時上映のアラーニの虫かごの,あのまあ尺的にはもう情報である通りあり短いんですけどもアラーニの虫かごの4倍大変なんで十分時間をくださいっていうふうに <laughs> 伝えてあの作ったのでまあ頑張ったあのところをあのまあ見ていただけたらなと思いますす、はい、そうなんですね本当にもう細部までこだわりがいっぱい詰まっている。 作品ななんだとということを私も拝見したときにすごく思ったんですけれどもいかがでしょうかあのキャストの皆さんにぜひ伺いたいのがそういった作品に命を吹き込む声を当てるアフレコ、はい、ご苦労もあったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なんか内田さんはあのオフィシャルのインタビューで、はい、たとえ喉が終わってもという気持ちでアフレコに臨んだという。いそうううですね,ねもうアフレコの、まあその過強というか結構こう最後 叫びだったり声を張るシーンっていうのが続くところがあったんですけどもうそこに関しては監督のなん S 心何ですかねもう何回も結構トライをしたんですよ。でも,もうこれれやりきれなきなゃ今日 ご飯食べられないぞって思って <laughs> 帰れないって思ったのでもうそこに集中してとにかくこう監督と一対一でもうそこに挑んだのでアフリコはすごいなんかなん,なんて言うんでしょう運動した後みたいな感じでした終わった時はあはあって <laughs> じゃあかなりの疲労感明日の「ジョー」のように <laughs>。 あーでも、終わったらーって <laughs> そのぐらいでも心を込めてやっぱ向き合ったのでそ,そのシーンはすごくこううん注目してほしいポイントでもありますねうん。うん 叫ぶシーンであったりとか、はい、走るシーンであったりとか結構、息が上がる部分も多かったんじゃないかと思いますけれども、うんはい、そうですね、もう息のシーン、うん、息が続くシーンって私は体力がそんなにない方なんですよ。あのえっと、多分500メートルの マラソンがあったらそれでもちょっとお腹痛くなっちゃったりとかするタイプなんですけどタマヒは割と走れるんですね、まあもうあんなまあ、結構な状況になるのでそれで走るんですけど、うん、その玉日の体力に合わせて内玉彩走ることがすごく大変でああだから運動しとけばよかったなというか <laughs> その学生時代にそういうふうなことをしといたらとかいろいろ思うぐらいのアフレコでした。 止まらないんで止まれないんですよ。とにかくそのいろんなことが起きてしまうため息つく間もなくみたいなのはすごすごかったです。でしかもかなりリアルです。その動きの描写がう、ねうん、はい、うん、ぜひそこは注目していただきたいですよね。はい。野、う、戸、ん、さんはいかがですか。いやそうですね。本当にその叫びでいうともう本当台本をいただいたときにあやちゃんが <laughs> って本当にあの分散収録だったのでみんなそれぞれ1人ずつの収録だった分こうみんなの奮闘っていうのが分からなかったのでただそこはすごい監督が本当 あの丁寧に状況を教えてくださったりしてでやっぱり玉響ほどじゃなくても優と秋も本当にこう、まあ、あのいろいろこうトライする場面であったり叫びとは違うところでこういろいろアプローチがあったのでそういった意味では逆にみんなのアフレコがどうだったかなっていうのも聞いてみたいですしこのみんなの,そのいきなりあの熱が重なり合った のを見たときにとてもバラバラに撮ったとは思えない、うん、あの一体感だなっていうのは本当にでもそれは監督のおかげだと思うんですけれども役者さんのすごいところだなと思います。すごく思ったので、はい、ぜひ皆さんに見届けていただきたいなと思いました。はい、あそうでしたか皆さんバラバラでの収録だったんですね。はいはい、でもそれでこれだけの臨場感が生まれるっていうのはね本当、うん、素晴らしいですよね。 真みさんは苦労なさったことどんなことがありましたかですねなんかあの作品感がすごくなんだろう緊張感がずっと続くような作品だったんですけれども私が演じさせていただいている y u は明るくて可愛らしい無邪気な女の子で、ね、あの台本いただいた時にすごく無邪気だなって思いながら、えー、演じさせていただいたんですけどあのプラスで監督からその無邪気さ についてもうなんかより教えてもらって裸の王様を「あの人裸だ!」って言うようなタイプだよっていう風に <laughs> <laughs> そう教えていただいてはそこまでだったかと思って,そう思ってこういう作品感ですけれどもユウの,のその立ち位置っていうのはちょっとその作品を柔らかくするというかえそういうキャラクターになればいいなっていう気持ちで演じさせていただきました。 うん、今の監督の一言はなんかね、はい、お二方もうんうんって頷いてらっしゃって非常にわかりやすい感じですよねそうでしたか、うん、じゃあもうその一言で優、はい、はこういう役なんだというそうですねちょっと突き抜けた無邪気さだったんだなっていううん、うん なるほどまあ、今あ、監督のお話もいろいろとそのアフレコ当時のお話出てきましたけどエスケがあるんじゃないかという話もありましたけれどもね僕もあの本当にまあ無理させちゃいけないというところも踏まえていやでもさっきおっしゃっていただいたみたいにあの本当にボクシングのセコンドみたいな立場であのいつ白いタオルを投げてそれか最後まで戦わせるかという判断を本当にあのそこを緊張感を持ってやっ,ぱりやって。 であのやっぱり最後まで演じ切っていただいたんで本当にすごいなあの途中でやっぱりね本当に感動してそのセリフとか、うん、あの皆さんのあの演技に感動してあ感動しました今の良かったですっていうのを言っちゃったんですがあんまりあ,あいうふうに言わないですかねうん <laughs> アフレコとかでは <laughs> 感動しました確かにあんまりないかもしれませんね,う,ねうん分かりました。 嬉しいです、うん、でもどうですか監督からその場で感動しましたみたいな一言がいただける感じ、ね、なんかすか嬉しいっていうかその同じものを作って走ってるる方向が一緒なんだって思えたりするので安心しますしその後の叫びもよりこう <laughs> 出ていくのかなと思いますね、うん、声が振り絞ることができるみたいなそういっ、ね、たエネルギーが湧いてくる感じなんですかね。 うん、でも、あのアフリカの現場って結局、その監督が個人制作っていうことが今回の作品に非常に、うんね、打ち出されていますけれども、うん、とすると皆さんも別々の収録でってなると、はい、ほぼ監督と1対1みたいな感じなんですかそうですね、あの前に収録した方の音声は聞きながらやらせていただきました。うんへー じゃあ、普段のアフレコとは、またちょっと違った。そうでしたんでしょうかね、うんうん、内田さん、どうでしょう。うんうん、でそ、スタッフブースが静かだったという記憶は <laughs>。<laughs> <laughs> そうですね。いつも同じ人し、今日も、あの、いるスタッフさん、うん、お、同じだなっていう、その。なんですごい、本当に少人数で作られてるっていうのは、ものすごく感じてます。うん、本当にいないんだなっていう <laughs>。<laughs> <laughs> そうなんですね。そんな雰囲気の中での収録っていうのはノトさん、うん、やっぱりちょっと違いました。あ、そうですね。うん、なんかこうより密になるというか少人数で同じメンバーでっていうことがあのすごくこう結束を生むというかという部分はあのあったかなっていうのははい。うん、なるほど。そしてお三方もそれぞれ。 ね、現場では顔を合わすことはなくてもこうして一つの作品として、うんはい、ねえもゆみさん何か私はアフレコが一番最後だったので、うん、それこそお二人のお声を聞きながらやらせていただくことができたので<ー>すごく雰囲気をねうん、うん、なんかあの理解しながらアフレコできてすごく良かったですね。 はい,はいありがとうございます、うん、さてですね本作はですね非常に謎めいた作品ということでうん、うん、まああのー、できるならばねやっぱりネタバレなしであれどうだったんですか、うん、ここどうなんですかみたいな話を聞きたいところではあるんですけれども、はいはい、でもまあ、うん、あのー、一応ネタバレあることを条件に、はいうん、あのー キャストの皆さんもいろいろとこう監督に質問したい謎みたいなものがあるというお話も伺ったんですけれどもせっかくの機会なのでこ,うこれからご覧になる方がより楽しめる。 きっかけにななればと思うさっきパンフレットを拝見したんですけどパンフレットにすごくぎっしりと文字が書いてあったね監督のの言葉がたくさん書いてあるんですけどそこに謎についても触れられているのでぜひ一回見てパンフレット見返してまた見ていただけたらいいなって思いますねななるるほほどど確かにパンフレット先に見てしまうと結構、ネタバれるかもしれないうそう そのらいいいろろ載ってますもうすでにご覧になった方ひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけれどもねまあそれはそれとして楽しんでいただくとしてなる野戸さんはいかがですかこういう機会だからこそ気になっていることですとか監督に質問なさりたいことですとかもしあれば野戸さんどうですか私個人的に すごくこう、あのそれは玉響ちゃんとのシーンなんですけれどあれ、これはもしかしてちょっとでん恋愛的なよ <laughs> 要素がぽやっと、ぽやっと <laughs> そういう雰囲気なのか。うんうん 全くそうじゃないのか <laughs> ありましたね。なりましたよね。ねどっちとも取れるような。ううん、あれは <laughs> その信用。あ内緒だめ <laughs> <メ>で。<laughs> あはいえっ、ー、とそうあのもちろん演じられるあの役者さんにははっきりとお伝えしたんですけど。 あのまあ皆さんは見てもいただいた時にこのシーンかなのことかなっていうふうにあの思い出してもらえればと思いますがあの僕はなんかあのシーンに関してはあのもちろん自分で考えてるんですけどもよく一人試社会っていうのをやるんですねあの制作する途中でまだ全体ができてない時に自分の中でまだ完成してないはずのう完成してないはずの えとこの作品を自分一人が飛車に来て見てるような状態を頭に作って自分も制作者だっていうことを忘れて受け身で見てるっていうことをよくやるんですけどその時にあのシーンになった時に「あれ?」 なん,なんでこんな表情してるんだろうと思って <laughs> なんだろう、このままって思って、うん、その時きにあ、でもいい表情してるなでもこれ、なんだろうあそうか、好きなんだっていうのをあ<ー>あの浮かんであこれ使おうっていう風に思ったシーンなんですねだからなんか自分で考えたっていうよりはあのもちろんそういうふうに考えたっていうふうにお伝えはしたんですけどなんかその時にふっと浮かんだ、はい、シーンですね。いい表情ししてました本当<ー>に<ー>人なんかう ぜひ見届けていただきたい, <laughs> い,いです <laughs>、うん。はい。うち、ん、らさんも納得って感じですか？そうですね。な、うん何だろうって思わせる感じというか、か答えが明確には出ない感じがあって、そそれもあえあえてなんですよね。多分その。そうですね。あの、うん、多分その時に自分でも思わない気持ちに気づいたみたいな感じの、うん、表現にしたいなと思いま なんか感情の層が何層にもなってか見る側がいろんな解釈をできるような表現がたくさん詰まってるような気がしますね。今皆さんもおっしゃっていたようにそのパンフレットには謎解きの方法ですとか、うん、あと台本 で掲載されて。ますすねごいボリュームたっぷりでした。ね、読み物として結構しっかり量がある。皆さんもね、控え室でかなりじっくりと。読み込んでいらっしゃいましたけれども。じっくり入り込んでしまいます。それほどキャストの皆さんも思わず入り込んでしまうようなパンフレット。あの劇場ロビーで販売しておりますので。ぜひですね。皆様お買い求めいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではです。 そろそろお時間も迫ってまいりましたのであのフォトセッションの前にはなりますがもう一言ずつメッセージを頂戴できればと思いますでは改めまして監督の方からお願いいたします。はいえーっと まあ僕子供の頃から割と得体の知れないものって好きであの自分の常識がもう及ばないような世界がなんかあるなって思うとなんかすごいワクワクするタイプだったんですけども割と大人になってくると大体のことが大体説明ついちゃうようなことであんまりワクワクする機会って少ないなと思ったのであのまあそういった気持ち同じような気持ちがある人はですねぜひこういう得体の知れない世界をあの堪能してもらえたらなと思いいまますすどううぞよろししくお願いしますありがとうございます。 で大江見さん、お願いします。 はい。えー、そうですね。私もあの、作品を見たときに、すごくなんかあの、印象に残るシーンがあったりとか、なんかそれこそさっきもお話ししたように、何度も思い出すようなシーンがたくさんあったり、考えさせられるシーンがたくさんあったりするので、えー、またね、あの、パンフレットの話にもなるんですけど、パンフレットを見返して、いろいろ、あの、知った上で、また見るのも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。えっと、私が一番好きなシーン、 があってあの電車のシーンがあるんですけどあそこにぜひ救われてください <laughs> よろしくお願いいたしますはいありがとうございます、はい、では元さんお願いしますはい、えー、今日はあの上映前のこの時間を皆さんと共有できたことが本当に嬉しく思いますし何よりこの作品フィルム監督が一人でっていうことにもうほん 本当に感動をあの覚えました。なので、この大きい画面でぜひあのこの世界に引き込まれて、あのもう3分味わってえー、堪能していただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では、最後に内田さんお願いいたします。はいえー、本日はお集まりいただきましてありがとうございました。 えー、これから皆さん見られると思いますが本当になんか常識を壊されるるようななな感覚になるかなと思います私はあの見ていてこんなことを起こりうるんだってこう頭の中で考えたことのないようなことがたくさん起こってすごくこうかき回されたというか脳をぐぐるぐるっとされたた感じがありましたそれは気持ちよさもあると思うのでぜひその体験をしていただければと思います。 今日はありがとうございましたどうもありがとうございました